トップラ効果の問題です。図を見てください。これは観測者 O です。ここに音源 S があって、右向きに V という速度で動いています。移動しながらこの音源は信号音を一定時間 T だけ鳴らしては一定時間 T だけ中断することを繰り返しています。例えば P、P、P、P というふうに信号音を発しながら右向きに移動しているということですね。で、観測者 O は直接音、音源 S からの直接音とこの音源から出たこの反射板に当たって反射音ですね、直接音と反射音を観測者は聞いています。で、問題ですが、この O が S からの直接音と静止している R による反射音を観測したところ、信号音の継続時間の長さ、その観測値がラジ T ではなくて直接音についてはスモール T1、 スモール T1 で聞こえたということですね。反射音についてはスモール T2 という観測値が出会ったということです。で、この S の速度 V を音速ラージ V と観測値 T1、T2 でもって表しなさい、表しなさいという問題です。信号音を一定時間 T だけ鳴らしては一定時間 T だけ中断するということを図で表せば、例えばこういう鳴らしている時間ですね。で、中断している時間です。これを繰り返しているんですね。で、1回のこれを山と考えて、これを谷と考えることもできますね。ですからこれを1回の振動と考えると、1回の振動が 2T 秒、こう秒では言ってないですが、まあ秒と考えてもいいですね。1回が 2T 秒とすると、1秒間にはその逆数で 2t 分の1回毎秒になります。1秒間には 2t 分の1回だということですね。ということは、これは周期性がありますから、振動数と考えてもいいですから、この振動数が 2t 分の 1Hz で持って信号音を走っていると考えてもいいですね。ですから、この観測者 O がこの音源 S からの直接音ですね、これ遠ざかっていますから、その時に聞く振動数を F1 としますと、これは F はこの静止している時に発する振動数、これですね。で、こういう式で表せます。遠ざかっていますから、ここプラス V になりますね。直接音の振動数はこういう式になります。反射音については、ここに当たってこう反射しますから、まあ、ここに近づいてきますから、ここで聞く振動数でがこの反射音になりますね。ですから、ここで聞く振動数を F2 とすると近づいていますから、 V マイナス、ここマイナスになります。マイナス V になります。で、その時が 2T2 分の1という振動数になります。この知識より FV イコール、これをこちら持ってきて 2T1 分の V プラス V になります。意識で FV イコールどうなるかというと、こちらを持ってきて 2T2 分の V マイナス V になります。で、FV と FV 同じですね。ですから、この右辺同士が全く等しいということが言えますね。これとこれが等しいですから、そのまま持ってきました。で、これをたすき掛けにします。ですから、これとこれをかけたものと、これとこれをかけたものが等しいですね。で、これとこれをかけたものがここです。で、これとこれをかけたものがこうなります。2と2が消えます。で、それぞれを展開しますとこういうようになりますが、ここで何を求めたいかというと、スモール V ですね。これをこちらに移行して、これをこちらに移行すればいいですね。で、これを移行したものがこうなりますから、 V はこれで割ればいいですね。で、このスモール V はこれを割ったものがこうなりますね。これが答えになります。